引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオ。こんばんは水野明子です。え今日は東京赤坂にあります NBS の東京支社からお伝えしてまいります。今日ですね安倍総理の在職日数が1807日となりました。えこれは中曽根元総理を抜いて戦後4位ということです。 えー、今日のお客様をご紹介したいと思います。民進党衆議院議員伊坂信彦さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。長期政権となっている安倍政権、安倍総理がですね、今日記者団にこういうふうにあの話をしました。決して おごることなく1日1日に全力であたり結果を残していきたいと語った、はい、ということなんです。はい、このまあコメントをおごることなくというあたりどんなふうに伊佐さんは受け止めますか。まあ,あのその通りにやっていただいてればあのこの秋の臨時国会はあこんなに荒れることはなかったのになというふうに聞かせていただきました。あの強行採決が見たび繰り返され、ね。 っているんですね,ね TPP の話、はい、それから年金制度の,この新しいルールを作るという法案、はい、そして先週末の金曜日には、はいまあ、いわゆるカジノ法案と言われますが、えー、統合型リゾート・ IR 整備推進法案というものこれがまた衆院内閣委員会で可決されました。はい、そうですね えー、なんかあの審議時間も大変短いものになってると、まあ、賛成でも反対でもやっぱり国会はしっかりと賛否両論議論をしてで問題点は何なのかじゃあそれを解決する手段はどうなのかっていうことをやるのが仕事ですから、はい、私はもうこんだけ短い時間で。 強行採決連発をするのはこれは与党側の職務放棄だと思ってますうん、なんかもう国会はどうなっているのかとどれだけ国会の存在が軽くなっているのかというような思いを抱く方も多いと思うんです,で,す、ね、で、今日はそのまあ三つ強行採決の話いたしましたがその中の一つ年金問題を再び取り上げようと思います伊、はい、坂さんには実は10月10日にこの番組お越しいただいたんですよね、えー、だから2ヶ月近く そのときにくださったおはがき1枚ご紹介しますけどね池田氏の男性がこうくださいましてね、えーえー、安倍総理の話をはぐ,はぐらかすような不真面目な国会答弁に腹が立ちました、うんまあ、あの時きいろいろな国会答弁を実際皆さんに聞いていただいてご判断くださいというふうに申し上げたんですが、えーまあ、このように感想を送ってくださいました。はい、そして、まあこ そんなルールを作っていったら年金を基本に不足している分を、まあ、貯蓄でなんとか少しずつ取り崩しながら生活しようと思っていたのに、はい、逆じゃないですか貯蓄の取り崩しが基本で、うん、年金はなんか付け足し程度になってしまうんじゃないですかと。えー いうふうにくださいました。そうなんですよ。で、もう一つおっしゃっている大切なところは、庶民にとって知らなかった。では済まされない切実なことなんですよと。と全くですね。えー、まあ、あれから2ヶ月近く経ちましたが、どれだけ皆さんがこの内容をしっかりとまあ、把握してらっしゃって、はい、賛成反対考えていらっしゃるのかという,、はい、と,いうところもあるかと思います。えーえー 今日はですね、まあ、こうしたおはがきのように多くの方々からも反響大変大きかった年金問題を改めてどうなる年金制度、はい、今話はどこまで来ているのか、はい、ねそしてあのあのどのところが本当に問題なのか問題はないのか、えーえー、しっかりと話を皆さんとともに進めていきたいと思います。 と思います。はい、えどうぞリスナーの皆さん、伊坂さんにここのところを聞きたいと、はい、お思いになる質問をお寄せになってくださいませ。はい、確か2ヶ月ほど前、伊坂さんは年金問題これ強行採決ってなことになったら大問題になって大変なことになるから。えーはいはい ならないと思うんですよ強行採決はとおっしゃっていた。当時はやっぱりさすがにそれはないだろうと思ってましたね。さすがにないだろうとおっしゃっていたが実際は今このような状況ですね。え皆さんのご意見ご感想をファックスメールでお寄せください。ファックスは大阪零六六八零九の九零九零六八零九の九零九零。E メールの場合は報道するラジオの方です。h o u アットマーク m nbs1179 ドットコム、h u l アットマーク nbs1179 ドットコムであなたのご質問をお待ちしております。 報道するラジオ今週の特集テーマですどうなる年金制度今日のゲストは民進党の衆議院議員伊坂信彦さんです改めてどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、えー、この年金問題二ヶ月ほどまた、あ、ってお伝えするんですけども前回の放送の後この法案は今どうなっているのかどう進んだのかというところから教えていただけますかはい。はい えまあ前回は、のこの我々年金カット法案と呼んでいますが、この、はい 大変問題もある、議論もある法案と、それから無年金者の方を救うための、の最低25年保険料払わなければもらえなかったのが、最低10年払えばもらえますよと、その野党側がむしろ推進をしてきたいい法案、これ、セットじゃないと議論しないと言われていた抱き合わせ商法だったねで、これ、野党側が強く交渉しまして、珍しくと言ったらあれなんですけど、野党側が交渉で押し切って、分離に成功したんです。 やっとそこはバラバラに審議されるうようになったあの前回の放送から10月末に分離に成功して、うん、でこのいい方の法律はあすぐに審議して、で国会すすでに通ってまもう一方の年金カット法案の方は、あこれはあ、まあ、当然、えー、議論があるところだったので、われわれはまあ最低30時間は衆議院で議論しなければだめだ。 と言っていたんですが、うん、結局わずか19時間の衆議院の審議でもう採決するとわずか19時間という審議で採決っていうのは今までのこの年金制度の見直しの時にもなかなかない,、ね、いやない,ないですね年金のこういう総理あの本会議に登壇して総理も出番がある重要議案って言うんですけど、はいえー、この年金の重要議案でこんな短い審議時間で通したことはないですね今まであり得なかった、はい、そうした短い時間 強行採決図られと、はいえー、ということなんです、ね、あの年金カット法案と、はい、伊坂さんたち野党の議員さんたちはおっしゃる、えー、で一方で安倍総理は年金確保法案だ、はい、という言葉をおっしゃる、はい、でこの法案が具体的にどういうものなのか、はい、まこの間も教えていただいたんですが、えー、ちょっと改めて、はい、もう一回おさらいしてもらえますか。はいまあ、これまではは老後にもらい始めた年金は 物の値段が上がれば、あ、物価に合わせて年金も上がっていたんですね。それは物価が上がったら年金上がらないと、はい、そうなんで買える力が落ちますわ、ね。そうですね。ねだから、はい、あの100円のパンが110円になっても年金も1割上がっていたので、うん、まあ同じものが買えましたと。はい。ところがこの年金カット法案では。 物価と賃金のとにかくただ低い方に合わせて年金を増やしたり減らしたりしましょうとこういう新しいルールになりまして、はいえー、物価が上がっても年金が下がるとこういう年が出てくることになったんです物価が上がっても賃金が下がっていたら、はい、下がってる賃金の方に合わせて年金の額が下げられると。えーはあ、だけど じゃあ同じパンは買えないっていうそれはだからもう同じものは買えなくなくるとで、うん、こういう新しいカットルールが発動するのめったにないと思われるかもしれないですけれどもだって物価が上がったら賃金も上がるでしょっていうのが今までの常識ですよね。 ところが、まあ、物価が上がって賃金が下がるパターンともう一パターンこの新ルールが入ってるんですけど、はい、その2つのパターンで発動する年は、うん、実はこの10年間直近の10年間で、うん、なんと6回も そういう年が実際起こってるんです <laughs> 物価が上がっても賃金が下がったという年,年もあるし物価と賃金両方下がって物価以上に賃金が下がりましたという年<ー>物価以上に賃金が下がったら、はい、どっちの割合に合わせるんですかあ当然低い方にとにかく全部のパターンで低い方に合わせるという全げつないルールになってるんです低い方に合わせて年金が下がっていく可能性があるという法案そう,そうなんです はあ、それで伊坂さんはじゃあ具体的にどれぐらい下がることになるのかというのを試算試みられたんですよね。これはどういうい数字が出てきたんで過去10年間で6回このルールがカットルールが発動してでそれがどん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 累積していって10年間で5.2%も年金が減ってしまう。 計算になったんですつまり今までの10年間今まで10年間を振り返ってだからこの新ルールがある時とない時で、えー、新ルールがある時の方が5.2%低くなってしまうこういうい計算になったんです新しいルールがある時な、はい、い時ある時ない時 <laughs> ある時は5.2%<当>今もらってる年金よりも低い年金額,、はい、年金額になるという、はい のはまあ経済の実態だったそ、ね、っていうことですかこの年間。この10年間に新ルールのあるとき、はい、ないとき両方当てはめると新ルールのあるときの方が5.2%低いと。でこれ金額にすると、はい、厚生年金の方は年14万円分。え待ってください。はい、厚生年金ってえど,どれぐらいもらう方が多いんですか。えっと厚生年金はあ今月平均で14万円ですかね。はあ、はい。 ごめんなさい、えっと、これは、ね、満額もらっている人で計算しているから月22万円満額もらっている人の場合で、はい、厚生年金で年額14万円もダウンする、はい、ンで国民年金の方だと年額4万円ダウンするとこういうい計算になります国民年金の方って月額で大体6万5千円ですよね。はいはい、おっしゃる通り でその方が年額4万円ダウン、はい、そういう試みの資産が出てきたわけですね。こういうふうにあの実際の、ね、金額で言ってもらうとすんごく生々しいというか。うえー、年金暮らしの方にはもうとても大きな金額だと思います。でこれが10年だけじゃなくって、はい 20年、30年と人はまあ生き続ける,るわけですよね、そしたら、またまた下がる可能性ってあるっていうことですかですですこれ、誤解があったらあれなのは、はい、10年分の合計でこんだけ減るっていうんじゃなくて、どん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 ,どん差が開いて、はあ、10年目には1年間で5.2%、14万円とか4万円の差がつきますよと。 で一度下がった年金は二度と物価に追いつくことはないルールになっているのであそうだからもう5.2%開いたら死ぬまで5.2%開きっぱなしだから毎年厚生年金の方は14万ずつ低い年金が死ぬまで続くと。で発動さらにまた11年目発動したら5.2%が 5. 何に開くと、はい、もっとその年は もらえる年金が少なくなるで少なくなくった年金はずっと死ぬまでその差が開いたままということですね。えで物価がまた急上昇した年がありました、はい、でもそれでも年金額は上がらないえっとね物価に物価が例えば2%上がったら年金も2%上がりますよねただ賃金が2%上がってなければあの年金は1%しか上がらない。 で逆に、はあえー、物価が2%上がって年金が 3%4% 上がるっていう年はその後もう一生ないのでないか開いたらもうとにかくもう開きっぱなしなんですよあ年金額もらえる分と、はい、物価の差は一、はい、回開いたら元に戻らない、はいはい、死ぬまで戻りませんで発動するたびにどん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 開いて開いたら開きっぱなしええー っていうことは、5.2%というのが最大あのカットされる割合ではな,い、はい、なくてなくて、はい、あのこの試算では510年後に5.2%差が開きましたと。はい、でその後死ぬまで一度もこれが発動しなくても、うん、この人は一生を。 物価より五点二パーセント低い年金をもらい続けますと。<ー>でその後発動すれば物価より六パーセント低い年金になります。七パーセント低い年金になります。で死ぬまで七パーセントです。こういう仕組みですね。でどっかでやっぱり物価上昇してるから、はい、その方の差を縮めましょうというふうに上げようというルールはついてないんですよね。えー、全くないです。 なるほど、はい、これで大体あの今の法案を伊坂さんがどう捉えているかというのは皆さんお分かりくださったかと思います。2> えー、であの2ヶ月前に伊坂さんが、はい、あの厳しく安倍さんにおっしゃっていたのは、えー、ちゃんと政府も資産を出してくださいよ、はいはい、そうなんです。おっしゃってました。あの時政府は いわゆるこうなりますよというシミュレーションしてなかったですよね。そうですね。もう全くだか基礎的なあ基本的な質問にも答えられない状態でえまあ法案を出してきてたんですね。はい。そしてこの二ヶ月の間に政府はやっとはいそれなりの資産を出して、はい。はい 来ましたよね、はいはい、これはどういう内容なんでしょうか教えていただけますか、えー、まず私が5.2%減るじゃないかと言ったことに対しては、はいうん、いや3%しか減りませんと言ってきたんですねさあ政府の試算は3%しか減りません、えー、ただこちらの方は比較的真面目に政府も計算をしてましてもう途中もう8割方は私の計算と全く同じことを政府もしていました<う>だからあの途中までは 5.2%っていう数字が政府の計算ででも出てたんですねいわゆる入力するデータは同じものを入れてるんですか、はい、私は、ね、厚労省のデータだけ使ってやってますから、<laughs> まあそれは当たり前なんですけれども。元になる考え方のデータは、だって過去のいろいろな数字ですもんね、えーはい、動向ですもんねそでそでで、それは厚労省が出してる数字を使ってるから、はい、同じ5.2%カットというところまで、途中まで来てるん,だ、えー、そうなんです。なんで3しか カットされませんっていうことになるんですけえっとですね今あのまあ過処分所得割合の減少分ってまあ名前は難しいんですけど、まあ、難しいですね、うんうん、要は毎年0.2%ずつ、うん、あの賃金を余分に下がったこととして年金に反映させましょうっていうまあ今特殊ルールがあー今あるんですね、はい、でその特殊ルールをまあ 私は両方とも特殊ルールあり要は新旧ある時ない時比べるときにある時の計算でも特殊ルールありで計算してない時の計算でも特殊ルールありまあそれは A と B を比べる時は同じ条件で比べないと意味ないからそりゃそうですよね同じルールを適用してところが政府の試算は途中までは真面目にやってたんですけど最後そこだけズルをしてこのカットルールがある時だけその 特殊ルールーはないことで計算しましまょう <laughs> でもない時だ両方ともなしで計算したらまあそれはそれでねスタート地点揃ってるから比較できるんですよ<う>ところがある時ない時比べるのに新ルールがある時だけこの特殊ルールはなしで計算をしてな<ー>んでそこの差がもう単にもろに2%出てるだけなんですよね年0.2%それが10年分で2%じそういうところが。 で、ええ、だからそれが私は5.2%と言って、まあ政府は3%、まあ実際は多分3.2%だと思いますけれども、2%差がついてるのはもうそのたった一つのズルだけですね。はあ、すいません、その A と B を比べるときに。ええ 入れる入力データ途中まで一緒やけど、はい、最後の比べるデータ違うの入れましたって言ったら、はい、理科の実験だったら絶対先生に怒られますよね。はい、そうなんです。それそこダメダメそ君その理科の実験やり直し。そうなんですよ。だから午後ねあのあるある時ない時ってあのシーエムあるじゃないですか。である時。 わははって笑ってない時はときは浸透してるはずなのに、うん、ない時だけみんなをコチョコチョしてちょっと笑っちゃうと、うん、なんかそんな比較ありえないじゃないですか <laughs> そ,れそれ新しいコマーシャルできそうですね <laughs> ない時も結構笑ってるみたいなねは要は両方とも同じ条件で比べなきゃ比較にならないのに、えー、片一方だけコチョコチョを入れて、えー、そこでもろに 2%, 2> <は>もう本当単純計算で、はい、年0.2%を10年分 でえー、本来5.2%のところまあ3%多分3.2%だと思いますが。 3%しかないですよと言ってきたというだけです。まあこれは単純な話なんですぐ分かって、そうですよね。はい、まあ本来すぐ分かってその計算方法はダメじゃないですかって、ええ、なりますよね。なりますけど、まあそこもだいぶ国会では議論したんですけど、ええ、まあいやこれでいいんだと言い張ってますが、まあ多分ものの比較をする人誰が見てもおかしいという話だと思います。そのあたりの国会のまあ質疑をですね、はい、具体的に聞いていただこうと思うんですね。はい。 これ政府が出した年金の資産について今のお話ですね、えー、あ,のある時ない時こちょこちょの話をですね聞いているところなんですがこの中で安倍総理があの最初にお答えになるところの言葉でね足元の年金水準 っていう言葉と、うん、将来の年金水準っていう言葉がすぐ出てきて、ええ、何のこっちゃって思ったんです、はい、足元の年金水準ってどういう意味ですかまああのここ最近のということだと思いますけれども、うん えー、政府があの、まあ、5%と3%の差はそういう単純なずるだったんで、はい、もうあまりそれ以上議論もしてないんです、うん、もうからくりも分かったので、<ー>一方、将来7%増えるっていう、ととんでもないいことを政府は言い出して年金が7%増える、はいはい、よろしいやんかそれやそうそ、そうなんですよ、そんなことをね、そんな夢みたいなことをできるんやったら、もう今すぐやってよと私も言いたいんですが、はあすはい、当然、そんな甘い話はなく、7%っていう数字は完全に間違いなんです。 えー、そういう話がこれから出てくるんですね、国会の質疑の中で聞いていただく中にうの質疑でこれはうう将来の年金水準が上がる7%になるという、はいええま、話なんですが、ええええ、将来っていつ頃の将来のことを指してて言ってるんですか2040年以降ですかね。年、はい な何がある時ですの,別に意味なのあの後でお話をする、はあ、あのマクロ経済スライドっていう別のもっときついルール、うん、将来世代にとって一番きついルールが、はい、あー終わるのがちょうど2043年なんです、はあ。そうなんですかそ,うなんですでそこまでにもうずっと、まあ、今年金受け取っておられる方も一緒なんですけど、はい、今から毎年年金は1%。 多い年はどどどどん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 毎年下がり続けるんです毎年下がり続けるんです、はい、それがずっと続いて、えー、2043年にようやくその強制切り下げ制度が終わってその時にはもう、まあ、今もらってる人も30年長生きすれば今より3割少ない基礎年金になりますしでその頃もらい始める我々現役世代あるいはもっと下の子供や孫の将来世代は 今より三割少ない基礎年金から老後がスタートするんです、ね。三割少ない基礎年金からスタート。はい。はい そういう話はあの後でちょっともっとじっくり聞かせていただきたいんですが今ちょっと計算したんです2040年というのを将来7%に上がりますと安倍総理がねおっしゃるとしたらですよ2040年とあと24年先でしょ私今50今度8になるんですけどねえと24でしたら82歳になってから。 上がるっていう話なんですね。それまでずっと下がるっていう。えっと、そうです、ね。まあ、言うたね。私で言ったらね。はい、いや、二三パーセント上がるも上がらないんですよ。えー、あの、もう国会の答弁で、はっきり、総理も、それから厚生労働大臣も。これ議事録、ネットでも、皆さん見ていただきたいですけど。<う>今回の年金カット法案で、将来世代の年金が増えることはありません。はい、今回の年金カット法案で、将来世代の年金は。 予定以上には増えませんとはっきり答弁してるんですそうなんですか、はい、あのでは実際の答弁を今から聞いていただきますので、はい、皆さんも,もうしっかりと、えー、もうご自分の生活かかってる話ですから、ねはい、しっかり聞いて判断してくださいね、はい、民進党の猪木議員が安倍総理に質問している場面政府が出した年金の資産について質問しています。足元の年金水準が低下すれば 将来の年金水準が上昇するのは当然であります。従って、今回の計算における基礎年金の影響は足元で3%減となる一方、将来は7%増となります。御党の主張にそぐわない結果が示されたことをもって、大変な誤解を招くということは、 いかがなものかと思っております。なお、今回の計算の前提としている平成26年財政検証では、デフレから脱却し、長期的に物価、賃金ともにプラスとなる経済前提を想定しているため、将来にわたり、今回の改定ルールが発動する前提とはなっておりません。 お尋ねのような、賃金が物価でも低下する状況を前提とした基礎年金と厚生年金の計算を行うことは考えておりません木先ほどの総理の答弁を聞いて、私はと大変驚きました。発動されない資産を出してきたと、初めてこの国会でお認めになりました。発動される資産を出してくださいよ。 今回の改定、学改定ルールの見直しは、厚生年金保険料の引上げに伴う、可処分所得割合の減少分の影響が少なくなる、平成33年度から実施するものである以上、計算においても、この影響を織り込まずに行うことが適当と考えます。従って、足元での基礎年金の影響は、御指摘の5.2%減でなく3、3%減となります。 本当に資産を出していただきたいんです、総理、しかも7%上がる、つまり増えるより減るより、増える方が多いと、シンプルにお聞きしますよ、上がるセン7%上がる、これを5000円、年額6000円、上がるのは事実ですか、事実でないんですか、イエスかノーで最後にお答えください。先ほどお答えしたとおりであります。 民進党木議員が質問をしましまた安倍総理のお答えの中で分からないところが、ま、いくつかあったんですが、えー、1一つは、はい、その新しいルール、はいま、物価が上がっても賃金が下がったら年金額は下がるんだというこのルールが発動されたらどうなるかを聞こうと思ってたんです発動された資産はないんですか もうね、そこが最大のおかしな政府資産がいろいろおかしいとこあるんですけど一番おかしいのはそこで、はあえー、今後100年間この年金カットルールが発動しなければ7%増えますよと言ってるんですよ。<laughs> はい、発動されないものい、ね、100年間発動しないという前提のルールをなんで今、あの国会伸ばしてまで、ねね、こんな強行採決してまで進めるんですかいや、だからもう、そういう議論も当然、国会であった、ばかばかしい話ですけれども、えーえー、当然発動はするんですよ、ただ、発動しない前提で試算をしたら、プラス7%増えますよ、100年間一度も発動しない前提ですからね。 はあ、はい、そんな資産が出てきてるんですか。はい、でまああともう一つおかしいのは <laughs>、はい、このう安倍総理が7%上がるって言ってる前提は<え>もう2005年からさっき申し上げた2040年まで、うん、35年間ずーっと3%カットをした場合には まあそ,れそれだけ長い間まあ3%年金カットすればお金がまあ変な話ものすごい浮くじゃないですか、はい、2005年からずっと3%カットした場合はそれだけ浮いたお金を将来にばらまいてまあ7%分差が出ますよという増えますよと言ってるんですが実際はまあそれでも今後発動しないという前提はおかしいですが実際起こることはこれ年金カット法案って2021年から発動し始めるんですね法律が、はい。 だから2021年から、まあ、あ2040年まで、えー、仮に3%カットしても、うん、もう全然7%どころかですね、えーまあ、毎年3%カットなんですよ、ねうん、これはね、発動するかしないかは、ああかかこれはその年のそう発動したら3%分発動、仮に2021年以降にしたとしても。うんうんはい あの2021年以降にしたとしても、もうこのわずかな期間のカット分を将来ばらまいても、私、真面目に計算したんですけど、はい、せいぜい将来への影響は2%です。 プラス2はあるかもしれない、はい、7%という数字は伊坂さんの計算からは出てこないこれは絶対出ないです、でこれはもう<ー>あの厚生労働省の年金数理、まあ、数学的に年金を試算する部署の人ともやり合いましたし、はい、でもちろん委員会でもやり合いましたけど、ど7%が正しくて2、2%が間違えだなどという答弁は誰もできないです、厚生労働省で。2の方が正しいです そうなんですか、はい、で7%はやっぱりもう2005年からもう長期間カットしていたらそれだけガバッとお金が浮いたらという話なのが一つと、うん、それからあと今後100年間年金カット案が発動しなければとその2つの前提がもう全くおかしいのでじゃなくて真面目に考えれば、まあ、2021年以降に この年金カット法案が発動してそこで3%減った時に将来どうですかといえばそれはもう答えは2%です私100年先まで高齢者の人口から経済の,あの利息の利回りからカット率から全部100年先まで計算してでその背景のデータも全部厚生労働省とかマスコミに全部渡してますのでそこの数字に対する反論は一切 細かい、まあ、計算についてね、ええ、私なんかまあ分からないなと思うこといっぱいありますけど、ええ、大前提が本当に現実的かどうかということについてはよく,、はいよく わかりますよね。本当に非現実的ですよ。100年間年金カット法案が発動しない賃金も毎年2.5%伸び続けると、物価も毎年1.3%伸び続けると、うこういう前提ですから。ねなそれだったらこんなルール作る必要ないような気が。逆に言えばそうなんですよ。いすね。はい、ええー、コマーシャルは挟んで引き続きこの年金制度について考えていきます。 報道するラジオ今週の特集テーマ「どうなる年金制度」今日は民進党の衆議院議員伊坂信彦さんに伺っております。伊坂さんたち野党は年金カット法案というふうに呼びますが政府は将来世代のための年金確保を 法案だとこういうふうに言っているわけですね。はいえー、で今度はですね、伊坂さんが安倍総理に質問をしている場面を聞いていただこうと思うんです。これはですね、えー、今回の法案でマクロ経済スライドというものが強化される、はい、強化されます。で基礎年金が毎年毎年減り続けてカットされる。はい、もうこれはすでにもう。 ここういう話になってんですね。今回の法案でね。でねはい、はい、で、それで最終的には基礎年金が3割低いところまで、うんえー、毎年毎年下げられ続けるということです。はいで、そのあたりのところからお話が始まってまいります。あの、将来世代の老後はどうなのか？あの年配の方はね。ええ 私らは今何とかなってるけれども、えー、将来世代の子供や孫のためなら、はい、私らはまあ減らされてもしょうがないんじゃないのっていうお考えの方も多くいらっしゃるわけですよね。そこで将来世代の老後の生活について伊、はい、坂さんが聞いています。今回の法案で強化されるマクロ経済スライドによって今から。 基礎年金が毎年毎年カットされて、将来世代は基礎年金が3割低い水準になるわけですが、これでは100年安心どころか、将来世代の老後生活は成り立たないのではないですか、総理。いずれにしても、基礎年金だけではですね、先ほど来、えー、ご説明をさせていただいておりますように、生活のすべてを賄うことは難しく。 それまでの間の蓄えを含めて、万全な老後となるよう努力をしてまいりたいと思います将来の年金水準では、将来世代の老後の生活は成り立たないのではないですかとお伺いをしていまこの賃金にはこれ追いついていかないということになっていくわけでございますが、購買力においてはです、ね、これはそれ当変わらないのではないかと。 このように考えているところでありますと同時にです、ね、厚生年金に加入をしていない、被用者の方々、非正規の方々が増えてきているというのが状況であり、それに対応していく必要がありますから、なるべくです、ね、先ほど申し上げましたように、その拡大を正規雇用の方々、そして厚生年金に加入する方々の拡大をしっかりと進めていかなければならないと、こう考えているところでございます。 えー、ちょっとはっきりさせたいんですが、まあ、総理はあ例えば働き方を変えるとかです、ね、でいろいろなことをおっしゃいます、えー、その前提は、あやはり、えー、今のままでは、基礎年金では将来世代の年金はおおむねカバーということすらできない水準まで落ち込むと、まあ、だから働き方とかいろいろ変えるという答弁をされているという理解でいいですか塩崎厚生労働大臣。総総理理ののの答弁ですよ総理の将来の 年金が確保できるようにするというためのルールをまず設けていくべきだということで申し上げているわけです安倍内閣総理大臣。今、高齢者の皆さんは現地に活躍できますから、その活躍していただこうという政策をしっかりと進めながら、雇用をされながら、収入も、かつ、基礎年金ももらっていけるという状況を多くの人たちに生み出していきたいとこう考えているところでございます。 ちょっとはっきりおっしゃらないんですけれども、購買力維持されるということで、えー、将来世代の老後の生活は成り立つならあ自信持って成り立つとおっしゃってくださいずれにせよ、基礎的消費支出の動向等も見ながら、必要な低所得者対策に適切に取り組んでいきたいと考えており伊坂さんが安倍総理に切り込んでいるところですけど。 あの結局、はい、将来世代は年金だけでは暮らしていくのはもう難しいと、はい、安倍総理も認めている、ね、という答弁ですか、これは、まあ、あのそれはもう事実なんですが、それがさらにひどくなるというのが、この日の日議論なんですね、まあ、はっきり言ったらいくつになっても働いてよと、それに近いことを答弁されてました,、ね、ましたが。はい はあ、で途中でまあ塩崎厚生労働大臣が出てきていらっしゃるという場面もありましたよね、えー、えとリスナーの方で二代目道之助さんという方は一度下がった年金は上がることがないって、はい、厚生労働大臣からそんなん言も説明を受けた気がしてないんですけどって、はい、分かってませんよね、私たちその実態。 そうですね。まあこれはもう仕組みがそうなので、んですかまあ特化と賃金のこの基本的なルールを見ればもうそうなるんです。それはもう本当にそうですね。であの将来の若い人たちのための今回のルールなんだというところについては伊、はい、坂さんいかがですか。うんうん まああのー、今回の年金カット法案、まあ、一つは将来世代、われわれの老後にももろにかかってくる、はい、であと、障害年金にもかかってきますから、そういう意味では別に、今の高齢世代だけを削って、将来を増やすような話では、まずありません。そうでではないですね、はい、増えないんですね増えないというのは政府もはっきり、総理も答弁をしていて、はい、なんて言ってるかというと、はい、今以上に減るのを防ぐんだという言い方に今、変わってきてます。でも今以上にっていうのは 多分30%カット、さっき申し上げた将来30%カットになるのが32、32%カットになるのを防ぎますというぐらいの焼け石に水の話であって、<laughs> 30%カットそうなんです、そっちがもう今、将来世代にとっては大問題なんです30%カットされて、どうやって夢や希望を持って。 えー、将来のこと考えられます、若い人がそれをしたのが今、聞いていただいた議論で、30%減ったら、もう将来世代の老後生活が成り立たないんじゃないですか、まあ、れでこれ、今の高齢者の方でも、あと10年、20年、30年長生きしたら、同じ目に遭いますから、そういう意味では30%カットはありうるんですか、はい、その方の方年数によったらうそうです今の高齢世代も同じルールでどんどんマクロ経済スライドで減っていきますから。 高齢者の方も若い方も、はいえー、子どもたちも減らされるという法案だと石高さんは考えているこれ以上悪くなるのを防ぐという言い方は今、そういう政府は言い方になってきてるんですが、うん、これ以上悪くなるのは防ぐのは本当なんですか、うんはい、ただそれはもうさっき申し上げたせいぜい2%ぐらいの幅の話であって。うんだ 30今30%カットが32%カットにならないようにしますよというぐらいの話でいやもう30%カットの時点で老後の生活は成り,立成り立たないじゃないですかというのがさっき聞いていただいた議論なんです。 あのラジオネーム直樹さんという方はですねいやあのこの新しいルールを入れるのに賛成だというお考えの方なんですね、えー、で、えー、っと物価が上がっても賃金が下がったら賃金に合わせて下げるそれは当たり前でしょうと今までが異常ですよ、うん、これまで高齢者の方に払いすぎてた分返してほしいぐらいですわというふうにこの方おっしゃってるんですね、うん、いかがですかね あの年金を物価に合わせるか、賃金に合わせるかっていう議論も国会でしたんですけど、うん、あの過去、ずっともう、やっぱり高齢者の消費っていうのは、賃金に合わせて増えてるんです、まあ、当たり前の話で、現役時代の稼ぎに合わせて生活が決まって、それが老後、それをもとにやるわけですから,だから物価で、物価の伸びに合わせてたら、もう全然足りないですね。うん あのー、今回、国会の委員会では参考人の方々もいらして意見を言っていらっしゃるんですよね、5人の方のうち反対の方が3人、賛成の方が2人いらっしゃったということで、はいえー、今度はですねその賛成の意見の方の参考人の方の声を2人続けて聞いていただこうと思います、はい、1> お一人目は経団連を代表する方、はいはい、お二人目は経済学者の方です、はい、どうぞ。 今回の法案の中でも、とりわけ経済界として重要と考えておりますのは、年金額改定ルールの見直しに関してでございます。ご案内のとおり、2004年の改正に基づきまして、毎年年金保険料が引き上げられております。現役世代や企業は、 賃金や経済が低迷をしていた中におきましても、年金制度の持続性を確保するための負担を着実に行ってきているところでございます。他方、給付に着目をいたしますと、マクロ経済スライドの発動は、平成27年度に一度行われたのみでございます。やはり、給付面におきましても、 賃金や物価の動向を踏まえた調整が不可欠であると認識をしております私は経済学者と言われているんですが、実は数量分析家でありまして、たまたま経済とか財政などなんかを数量分析するというので、今までやってきました。その中で、バランスシートアプローチというのを年金に対して導入するという話をずっと前からやっておりまして、そういう立場から言いますと、 世代間のバランスシートって見ますと、過去の年金改正では、世代間の格差を広げたものもありましたただ、このマクロ経済スライドというものはです、ね、年金財政を安定性を向上させるためには、極めて有効な手段であるというふうに私は思っておりまして、まあ、そうした世代間の拡大、格差の拡大を少しでも食い止めるための措置というふうに理解しておりました。 政府が入れようとしている新しいルールに賛成の方は年金財政を安定させる、はいえー、そしてもう一つ世代間格差を食い止めるこの2点のようなんですね、はい、ポイント、えー、これどう捉えますか伊坂さん、まあ、あのお二人とも年金財政のことでこのマクロ経済スライドは大事だ、うん、でこれはまさに財政ののの安定のための制度なんですねそれは将来の年金を削ればその分年金財政が長持ちするのは当たり前なんです。えー、ところがじゃあ その将来の年金で、えー、暮らしていけるかといえばもはや暮らしていけない水準ですから、はい、何が起こるかというと将来、高齢者の方で老後、えー、生活保護に頼らざるを得ない方が激増します。 そうすると年金財政は仮に100年持ったとしても年金で食べていけない高齢者が激増して生活保護財政の方が大赤字になるだけなのでえ私はまさに縦割り政治の発想だなと思っていますうん、うん、あるいはの物を買う力が落ちたときに経済が縮んだりはしないんですかね。 まああのやっぱり年金が減れば当然消費も縮むという話はありますがまあもうそんな経済の話以前にもう全く老後の生活は成り立たない水準まで特に基礎年金は落ちますからここをなんとかしない限り年金財政だけ持って老後生活は成り立たないで生活保護財政の方から国家財政も大赤字になってくるここに目を向けないと。 なんか年金財政だけのほうを見てるとそこの話だけだけと、ねはい、マクロ経済スライド万歳ってなりますけど、えー、私はこれはもう思考停止だと思いますはあ、はい、もっと全体の財政考えなきゃいけない今後この法案が成立した場合もうこの制度をひっくり返すってことはできないあ今あ今年金制度は5年に一度見直しをしていますので、はい、あの今回この法案が通ってもまた今度2019年に、うん 我々はもう、もっと根本的な改革をしましょうって言ってるんです、何かカット反対で何も変えるなって言ってるんではなくて、むしろこのままいったら、もう将来世代の老後は明らかになりたたないから、根本的な改革をしましょう安倍総理に何度も申し上げて、でそちらの方が、政府の方がこれに非常に今、後ろ向き、とりあえず年金カット法案でしのごうと、こういう発想になってると思いますね。 はい、えー。今日はどうなる年金制度ということで民進党衆議院議員伊坂信彦さんに伺っております報道するラジオ今週の特集テーマどうなる年金制度民進党衆議院議員の伊坂信彦さんに伺ってまいりました、はい、伊坂さん、ええ、あのこんなに急いで、はい、この年金についての新しいルールの法律、はい、成立させようと まあ、自民党がしてるのはででなんすか、まあ、そこは本当、分からない、理解できないんですよね、まあ、早めにやって、実際、これが発動する2021年より、なるべく前にやって、こう反発を抑えたいということなのかなぐらいしか分からないです、間に2019年にはもう一度、あの仕切り直しの財政検証もあるので。 普通はそれでやるべきことだとだ思いますね、はあ、なんか国会1日延長するだけで費用が1億円とかいやもっとかかるとかそういう話も聞くんですがものすごい数のメールを皆さんから頂い,いておりまして「たぬきわんわんさんという方知り合いに障害年金をもらっている人が心配してます。 まあ、もろにカットルールがかかるのでこれも我々が反対した理由の一つに明確に入れてます。闇尾のスさんって方は生活できない国民が大幅に増えたら、はい、誰が責任取るんですか いやだから我々政治家がやっぱり先を見越して今からそういう将来もっと低年金者が増えるわけでそこをどうするのかっていう議論で年金制度の改革に今すぐ入らなければいけないと思ってます例えばやり方としてねラジオネームさくらんぼベリーさんっていう方は、はいえー、もっと他にカットするところあるんじゃないんですか、ええ、財政でと。うんそうですねあの、まあ、カットというよりもちょっと私はやっぱり例えば高所得 で高資産の高齢の方にも今、税で年金が投入されているので、そこは返していただくとか、はあえー、あとと相続税とかですね例えば、オロチさんという方は、企業がため込んでいる内部留保に課税するっていうことも考えたらいいじゃないですかというアイデアもくださいました高槻の男性の方は、ですね若い人たちがこの法案について関心が薄いんじゃないですかね、まだ先の話。えー、だけどもしかしかて政府は法案の中身を知られて 痛くないのかもなんてくださいました。将来ね。若い世代の年金が増えるみたいな宣伝を政府がしてるので、私はやっぱりきちんとどういう法案なのかを知っていただいて、私は若い世代こそ、ちゃんともっと本格的な改革やれと起こるべき法案だと思います。えーね、え知らない間に通っちゃうとそれもできなくなります。伊、えーはい、坂信彦さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。